どうもんですよろしくお願いいたします。この動画は、演技講師のハモートのブ l o が日常生活に簡単に活かせる表現方法をお届けしております。よろしかったらチャンネル登録、グッドマーク、お願い申し上げます。ということで、今日のテーマはですね、不安な気持ちやイライラを解消させる簡単な表現方法。不安な気持ちやイライラを解消させる簡単な表現方法。ということで、お伝えしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。皆様、連日の新型コロナウイルスの影響で、ちょっとね、心が不安で意気承知してイライラしたりしてませんかそれをね 対象したいなと思ってる方がいたらぜひですね簡単な表現方法なので次に述べることを試してみてくださいということでございますみんな手を取り合ってですね笑顔で元気を出して乗り切りましょう乗り越えられる日本乗り越えられる世界ということでよろしくお願いいたします私がですねこの今からお伝えする言葉を知ったのはですね五日市剛さんという方が youtube 内でお話ししている動画をたまたま聞いてえっ、ー、と2年半ぐらい前から実践して今に至るんですけども もうすごくいい、すごく陽気になれるからやってます。もうとっても簡単です。 え、ありがとうございます。感謝しますっていう言葉をブツ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 言うっていうだけですね。ブツ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 口にするってことです。ブツ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 。もう有名な方でしたら小林正寛さんとか斎藤ひとりさんとかですね。まちょっと知らないよって方は検索してみてください。あ、知ってるよって方は、あそれねって形ですけども、えっと、実際やってる方はもうそれで OK ですし、やってない方はですね、知ってはいるんだけどやってなかったなっていう方は、これを機にやってみてはいかがでしょうか。もうめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいです。 私は2年半やって今に至るんですけどももう一昔前だったらねイラッとすることもですね今ではねああありがたいなーって思えるようになってますんでね絶対的にやった方がいいと思いますそれで別に効果がなくても無料ですしねうん絶対的にやった方がいいとは思います、えー、ありがとうございます感謝しますという言葉はぶつぶつ言うだけですで私とかはバイク移動が多いのでバイクの移動中とかに実際やってみますねありがとうございます感謝しますありがとうございます感謝しますありがとうございます 感謝します。ありがとうございます。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 感謝します。ありがとうございまます。す。感謝しみたいな形で、ブツ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 。怪しいやつ。ブツブツ言うだけです。そうすると、気持ちがそっちの方向に向きますので、えっ、ー、と、ありがたいなーっていうものが目に入ってくるんですね。例えばですけども、まあ歩道橋とか立橋っていうんですか、歩道橋を見た時も、歩道橋ってよくよく考えるん 考えたら信号ないまま道路を渡れるって、これありがたいなって思うわけですよ。これ騙されたと思ってやってみてください。んなわけねえよっていう人は、まあもう、あの、そうはならないですね。やらないとならないです。やっぱりやって、えっ、ー、と、そうなるので、やらないと、僕もだいぶ昔はね、 言ったところで何にも変わんないでしょっていうのだからやっぱ変わらないですよねイラッとする時にはイラッとしてたしでも今はイラッとすることが今昔だったイラッとすることが今ではありがたいなって思えるっていうことですこれは事実としてで例えばさっきの歩道橋の話に戻りますけども歩道橋があるってことはじゃあ誰かが立ててくれたんだなぁあありがたいなぁってなるわけですそうすると工事中の音とかねガシャンドンガシャンドンガシャンドンって今までだったらうるせえなと思ったのがあ ここに誰かが何かを便利に立ててくれようとしてんだな、ありがたいなーと思ったりとか、あの人たちはあんなうるさい中働いてくれてるんだな、ありがたいなとかっていう方向に、これ本当になっていくんですよ。これはね、怪しいやつ <laughs>、まあ。とにかくですね、まあ心は陽気になるんでね、ありがとうと思うだけですから、プラスになりますし、損はないと思います。なんで不安だないや、あのイライラするなっていう気持ちも、今までだったらそのまま不安だなとかイライラするなっていう方向になって、 たのがあ不安ってことは今までが当たり前だったものが当たり前じゃなくなったから不安なわけでってことはどれだけ当たり前が幸せだったんだっていうのが分かった。 ありがたいなーっていう形で、ありがたい方向に、ありがたい方向に考えが、思考がそっちに行くようになるので、ぜひですね、まあ僕は2年半かけてやってるんで、すぐさま効果があるかどうかわかりませんけども、え、ありがとうございます、感謝しますという言葉を述べるか述べないかは簡単ですから、言うか言わないかですかやるかやらないかの問題なので、ぜひですね、騙されたと思って、まあ1週間レベルでもいいので、やってみては、あの効果あると思います。まあ1週間で出る効果あるかないか、ちょっとなんとも言えませんが、と 言わないよりかは効果があると思います。とにもかくにも、えー、暇さえあったら、ありがとうございます。感謝します。と、こう、他人がいてね、こう聞こえる範囲内だったらブツブツ言うと、本当にもう聞こえるか聞こえないかでいいんですけど、口に出すっていうのが重要です。ぜひですね、試してみてください。ということで、ハモテレビチャンネル登録、グッドマーク、よろしくね。またね。